その時もう大栄がこう強くなっていく過程で、小久保選手とか松永選手たちがもう主力でいって、うん、その後に川崎選手とか本田選手とかどんどん入ってきて、うん、で松田選手ももちろんね、うん、彼らがこうどん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 で強くなった、で今のホークスがあるような感じですね、うん、やっぱそこから始まったんだ、うん、